ここは携帯電話がつながりません。あ、なんか水が流れてます。ちょっとした橋がありますね。下、水が流れてます。ちょっと見えないかな。はい、もう少しで日差しが入ってきます。日差しが入るとまた、風景がいろはもみじのね、様子が変わってくるんですよね。はい、この道路の先です。今日はね、2020年11月4日午前11時前なんですけれど、まあ、この風景を独り占めしています。先ほど車が2台通ったんですけど、ほとんどね誰もいない状況で、これいいでしょう。こんな感じ、まだ日陰なんでちょっと肌寒い感じもしますけれど、もうすぐすると太陽が上がってきます。そうするとこのいろはもみじの色もね、まあ、若干変わっていきますんで、あと少しここで撮影をしたいと思います。こんな感じです。綺麗ですよね。ちょっと欠けてますね。暗くなってますけれど、まあ、光の具合なんで、ほらこんな感じで綺麗に見えますね。近くには川が流れてますね。なんか、はい、癒されるっていうかね、こういった自然の中で過ごすのもいいですね。はい、日差しが見えてきました。こんな感じで、ほら、一部、もみじの方でも、太陽の光、日差しが差してきましたんで、またね、違った、いろはもみじをね、楽しむことができます。はい、待ってました。このね、色の違い。ね、明と暗というかね、光の違い分かるでしょう。この瞬間なんですね。なんかいいですよね。いろはもみじでございます。なんかね、感動します。綺麗ですよね。